皆さんから聞かれる質問で一番多いのは、なぜ突然白髪になったんですかって言われます。突然なったっていうよりも、突然白髪染めをやめたんですね。今グレーヘアすごく流行ってますけれども、私が白髪染めをやめたのはもう今から13年ぐらい前なんですね。もうとっくに白髪染めやめてました。もう自然体で行こう。その前に10年ぐらい染めてたんですね。仕事で忙しい時期に一気に白髪になったことがあって、それが20代半ばだったのでちょっとびっくりしたんですけども、やっぱり毎月月に1回ぐらい染めてると、最初は黒じゃなくて茶色に染めてたんですよね。そうすると、その後、東京で仕事をするときに黒に染めて、一回黒に染めると黒ってなかなか染まりにくくて、やっていけばやっていくほどどんどん濃くなっていって、どんどんこうなんていうんですかね、染める時の、使うカラーリングも強くなっていって、頭皮もヒリヒリするし、もうきついなと思っていた時に、美容師さんからもうやめた方がいいよって、もう頭皮にも髪にも良くないと言われてやめました。で、一気に突然やめたので突然白くなったって思われている方が多いと思います。すごく自分では髪も健康になって、お財布にも健全だったのに、見た目にはすごい不健康に見えたっていう残念な感じだったんですけども、今はもう本当に、染めることもなくて、これがもう自然の髪になってて、自然体でやれるっていうのと、あとは実際にはすごく健康状態も頭皮も髪の状態もいいのです。ぜひ皆さんも、もし今ね染めてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、勇気を持って一歩踏み出してみるのもいいと思いますので、ぜひグレーヘアのワールドへお待ちしてます。